おっす、日健くんです。今日はね、6月4日、ブレイキングダウン第5回のオーディションということで、また四ツ谷に来てるんですけど、なんかね、今回はすごいヤンキーが多いらしいんで、前回みたいに滑らんようにね、喧嘩していこうかなって思います。じゃあまたね、楽しみにしていてください。おっす、日健くんです。今日ブレイキングダウンの第5回オーディション、さっき終わって、で、まあ盛り上がったとこは盛り上がったし、で今回川島くん初オーディションそうですねどうなんですか。いや、あんまりなんか喋ることないっすよね。喋ることないっていうか、もう大人の男性が多いから、そうですね。で、川島くんが頑張ってうるせえよとか、そうですね。頑張ったね。まあ、受けたの返しただけですけど、ちょっと。見てるのが楽しかったですよね。やっぱり米尾くんとかね。そうですね。やっぱすごいですよね。うん、やり取りが、はい。なるてるなっていう。まあそんな感じです。まあ短めでいいか。うん、俺らもだって普通にも喋ることないんで、喋ることないですね。慣れてないし、さすがに顔面が強いけど、俺の方はね、対戦相手は多分できる人なんで、ごついっすよね。ごつい、多分今まででも結構こう4回目だけど、川島くん同じぐらい面白い人なのかな、ちょっと期待してるけど。どうなんですかね、映像とかも分かんないです。分かんない、分かんない。まあ楽しみにしててください。じゃあそんな感じで、お疲れ様でした。お疲れ様です。ブレイキングダウンのスポンサー、うん、僕も募集してるんで、はい、4回目なんで出るの、うん、2,3,4 とで間違いなく一番面白い試合してるんで、僕がでね、こうスポンサーについてもらった方にはね、恥ずかしい思いさせんようにね、バッチリ目立つんで、喋りの方はちょっと優しい目で見てもらって、試合はバッチリいい試合するんで、ぜひね、ついてくれる方は DM の方待ってるんで、インスタ、ツイッターの方からよろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください。